農林歌手の松方弘樹、腫瘍小さくなるも、面会謝絶で治療に専念。俳優松方弘樹、73の農林歌手発覚は、何しろ、発表の間際まで、テレビ番組などで、元気な姿を見せていただけに、ショックも大きかった。松方は、年2回、入念な定期検査を受けることを習慣づけていたが、約半年前に行った検査では、全く異常がなかったというから怖い。2月25日に、脳に内視鏡を入れる検査を受けた時点では、腫瘍はかなり大きくなっていたと関係者は話していた。3月初旬に検査結果が出た時、医師から松方側にしばらく抗がん剤を投与し、1から2週間の経過を見て、その後最適な治療法を施すという方針が示された。そこから約1ヶ月半、紙面では紹介していないが、松方の経過については所属事務所の担当者を中心に関係者への取材を継続している。過去の症例から脳リンパ腫には放射線治療、抗がん剤が有効とされる。所属事務所によると、松方は経過観察の時点で抗がん剤の効きが良かったことから、現在は引き続き投薬治療に専念している。別の関係者は、入院当初に訴えていた手足のしびれなども軽減されており、体調はいいと聞いていると話す。所属事務所によると、改めて検査をした結果、腫瘍はだいぶ小さくなっていると約2週間前に診断された。松方にも伝えられ、担当者はやはり喜んでいましたねと話す。前向きな状況のようだ。ただまだ予断を許さない状態であることには変わりないと付け加えた。会話や食事など日常生活に支障はないが、体力の消耗などを考え、事実婚状態にある元女優の山本真理子さんと一部スタッフ以外の面会は謝絶し、治療に専念している。関係者によると、松方は早く仕事に戻ることを心の拠り所に、病に立ち向かっているという。平坦な道ではないとは承知だが、松方にはぜひ病気を克服という見出しで紙面を飾ってほしい。